まだアメリカ大統領選の結果は出ておりません。皆さん不安があるとは思うんですけれども、そして57丁目は未だにクローズされております。はい、では仕事頑張ってきます。はい、バイデンの勝利でストリート封鎖されてたんですけど、オープンしました。すごい、さっきまでね、叫び声がすごかったんです。ちょっと仕事終わりました。ちょっと見て、ストリートオープンされました。今朝までクローズしてたんですけど、オープンになりました。はい、ですね、一応ね、ロック番街の59丁目がオープンされたんですけれども、いまだに、はい、こんな感じ。57丁目の5番街から6番街、7番街まで、クローズになってる感じです。実はですね、ここはクレーンの問題で、あのビルディングのね、クレーンの問題で、今見えないんですけど、クレーン撤去されてますね。それではオープンしたのかなと思ったんですけれども、今日11月7日土曜日、めでたく民主党のバイデン大統領が誕生しましたね。ということで、もうニューヨークはかなりウキウキ気分な感じが見受けられてます。ほら、だってね、もうレストランとかもみんないっぱい、ほら。じゃあちょっと5番街の様子も見て、私帰ろうかと思います。もう仕事中も窓の外からクラクションとかミュージックとかガンガンかかって浮き足立ってるニューヨークです。じゃあちょっと5番街の様子もお届けいたします。はい、こちら5番街なんですけど、完全に封鎖されてます。はい、いましたね、バイデンとか。What has Trump done for African Americans? How about what has Trump done for America? That is the problem with African Americans today. African Americans want, what did Obama do for you? How about that? Besides give health care? Like, do you have health insurance? Do you have health insurance? Bye! Are you a donut? Bye! I know you're a lobster. All right. こんなことになってますよ、皆さん。もうなんか国は真っ二つに分かれてるみたいで、民主党と共和党で、まあね、リベラルなニューヨークは、特にニューヨークシティは、ブルーステ、もう完全に、スタテンアイランドだけね、なぜかね、共和党なんですけれども、やっぱりね、ニューヨークでもね、民主党と共和党、この結果に不服の人もいますわね。なんか抗議してましたけど、ルーザーって言われてましたね。はい、ということで5番街は完全封鎖されておりました。トランプタワー前はですね。ということで、どうなんでしょうかね。きっとしばらくこの問題は続くと思います。はい、多分トランプ氏はって黙って身を引かないと思うのでね。は
みんな心なしか楽しそうですよ。すごい。わー、レストランも大繁盛ですね。はい、はい、こちらヒルトンも暴動に備えて完全に板張りにしてあるんですけれども、暴動起こらなそうですよね。ほら、こちらもみんな板張りです。どうなんでしょう、トランプがね、また当選したらすごいプロテストが起こって暴動になるんじゃないかっていう予想だったんですけれども、見事にバイデンが当選したので暴動起こらないんじゃないかなと予想をされてるみたいなんですけどね。はい、ですね、お天気がいいのでかなりね、皆さん外に出てる人が多いです。いやー、でも私はこのまま帰りますね。いやー、多分ね、大統領選の決定もあったのと、お天気がいいのと、みんな今日お祭り騒ぎでパーティーパーティーだと思うんですけど、そうなるとコロナウイルスの感染率がまた上がりそうですね。ちょっと心配。まだパンデミック終わってませんから、皆さん気をつけましょう。